はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は4月12日の月曜日です。4月ってね、なんとなくこう忙しいバタバタした季節でもありますけれども、暖かくなってくると気持ちもね、前向きになりますし、とってもね、これからいい季節が始まると思います。それから行楽シーズンもね、始まってくるので、今年はちょっと旅行にでも行きたいなーなんて思っているんですけれども、遠くまで行けなくても近場とかのね、温泉とかにちょっとゆっくり入りたいなーなんて思ったり、していますが、皆さんは何かご予定ありますでしょうか。先日オニオンブレッドの動画をね、配信させていただいていますが、そこでは新玉ねぎがあったらぜひ使ってくださいっていう話をしているんですけれども、新玉ねぎがね、もう3月ぐらいから出始めているんですけれども、まあ、今がね、だいぶピークになってきまして、結構こちら新潟の方では佐賀から入ってくる新玉ねぎがとっても多いんですよね。地元の方はね、6月ぐらいに入らないと手に入らないんですが、九州の方からね、どんどんこう入ってきています。そして新玉ねぎといえば、生でそのままサラダでね、食べても辛くないし、とっても甘くってフレッシュで、鰹節なんかをかけてそのままでもとっても美味しいですよね。で、今回はそのオニオンブレッドの中に新玉ねぎを炒めて入れているんですが、もうすでにね、作ってくださった方のコメントで、炒めすぎて量が少なくなってしまいましたっていうのがいくつかありました。とっても柔らかいのでね、こうじっくり炒めてるとかさが減りすぎてしまうというか、そういう感じになってしまうので、まあ、さっとですね、炒めて表面にこう焼き色がついてくると、全体が茶色くなってくるので、飴色になる前ですね、きつね色っていう風に動画では言っていますが、茶色くなる前ぐらいの段階で止めていただいて、それを伸ばした生地に広げて乗せているんです。まあ、オニオンブレッドというと、よくパン屋さんでもね、作られて販売されていますけれども、だいたい生の玉ねぎを巻き込む場合が多いですよね。そうするとこう水分が出やすいので、玉ねぎから出た水分とその生地のところのですね、接触している部分がちょっとベタベタしやすいんですよね。なので、そこがちょっと気になるなっていうのがありまして、今回さっと炒めて水分を少し飛ばしたものを巻き込んでいます。で、炒めたものを巻き込んでいるので、またこう焼いている間に程よく加熱をされて、甘みがですね、さらに倍増するっていうような効果があります。生地の上に広げた玉ねぎを巻き込んで、そして4等分にして、今回は20センチのスポンジ型で焼いているんですけれども、焼き上がるとね、大きなケーキのように焼き上がります。そして表面には卵液をたっぷりまんべんなく塗って焼いているので、とってもツヤのある、こんがりと全体がね、まんべんなく焼き色のついた綺麗な焼き上がりになりまして、で、見た目がなんとなくその渦巻きのところが彫刻のように見えて、ちょっとしたアートのようなパンになっています。そういえば卵液のことでちょっと前に何回か質問があったんですけれども、卵液には水を入れるんですかっていうような質問でした。今回はですね、そのまま全卵で何も水を加えずに塗っています。そうするとですね、とっても綺麗な焼き色がまんべんなくつくのでおすすめなんですけれども、あまり色をつけたくないっていう方は少しお水を足していただいてもいいです。半分ぐらいまで水で割っていただいても大丈夫です。卵白だけを塗るとこうツヤだけが出ますので、黄身を加えずに卵白を塗れば焼き色はあまりつかないけれどもツヤは出るというふうになるので、そこら辺で変えていただければいいかなと思います。で、生地の中には今回バターを少し練り込んでいるんですけれども、タッパで作るパンの中で最初にバターをお湯で溶かして加える生地と、後からバターを混ぜ込んでいく生地の2種類があるんですけれども、それについてもね、質問をいただいたんですが、どういう違いがあるんですかっていうことですね。食パンのように、二次発酵で大体3倍ぐらいまで膨らませるためには、しっかりとしたグルテンの骨格が必要になってくるんですよね。で、それを大体こねるのをしっかりやりながら作っていくんですけれども、私がご紹介しているタッパで混ぜるパンはこねませんので、混ぜていく段階でグルテンを作っていくっていうことになります。で、最初の混ぜ込みは簡単に粉と水が混ざればいいので、さっさっさっと混ぜていただいて、
容器に全体に広げて30分休ませています。でその休ませている間に粉に水分がぐーっと入っていきまして、粉と水が交わることでグルテンの元になるものが出来上がるんですね。でそうなると、まあ、グルテンがある程度出来上がった状態に柔らかくしたバターを混ぜ込みますっていうことを言っています。でその段階でバターをしっかり混ぜるときにこねているのと同じような状態を作ることができます。まず最初に生地を混ぜて、そして休ませている間にグルテンをある程度作って、でその後にバターを混ぜ込むときにグルテンの骨格を強くするといいますかね、弾力を作っていくということになります。でそして生地全体にバターが広がってくると、そのバターが生地が発酵するときに発生した炭酸ガスをこう包み込むようにどん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 大きく伸びてくれるので、まあ、きめ細やかでそしてボリュームのあるようなパンを作りたいときにはこの方法の生地を使っています。で今回はその中に玉ねぎを巻き込んでいるので、何か具をたくさん入れるようなときにはある程度生地にバターが入っていないと、この持ち上げる力といいますかね、安定感がなくなってくるんですよね。私の紹介しているパンの中で油脂を何も入れないっていうパンも結構あるんですけれども、やっぱり油脂の膜があった方が骨格が安定してくるので、何か具を混ぜた時にはその具に引っ張られないように生地もちゃんと伸びてくれるっていうことになります。なので今回はバターがこう後から混ぜ込むような形でしっかりとした生地を作りたいということでやっています。その一方で最初にお湯にバターを溶かしてそのまま生地に入れてしまう作り方ですね。この作り方は生地をさっくりとさせる、そして混ぜ込みもそんなにしっかりやらなくてもいいような、どちらかというと弾力がなくてもいい、サクサクっと食べられる歯切れのいい生地を作りたいときにこの方法でやっています。生地の出来上がりはどちらかというとキメがとても細かいということにはならないので、ある程度ざっくりとした生地にはなりますけれども、バターがまんべんなく生地に広がっていればふんわりとボリュームのあるパンになります。まあ、そんな違いでこう作り方とかレシピを変えているんですけれども、まあ、目標とする出来上がりの状態を考えながら、じゃあどういう形で作っていこうかなっていうふうに先に目標があって、その後にじゃあこういう作り方でいこうっていう道順をね決めるっていうようなやり方で作っています。で今回の生地は食パンの一斤用の生地なんですね。20センチのパウンド型で焼いていますけれども、食パンの型でも焼くことができますし、1600ミリリットル入るものであればどんな型で焼いていただいてもいいですし、もちろん半分の量にしていただいてもいいです。4等分に切って型に入れずにそのまま焼いていただいてもいいし、もっと小さくね分割していただいてもいいので、とてもねアレンジしやすいパンじゃないかなと思います。で実は試食している部分も撮影してたんですけれども、なぜかそのデータが消えていまして、動画の中に入れられなかったんですよね。それがねちょっと残念で失敗だったなと思ったんですけれども、大きな焼きたてのパンをこう割った時にすごく湯気が出て、そしてパン生地がこうジューンと伸びて、そのきめ細やかさとか、あとはその中から玉ねぎの炒めたのが見え隠れするような感じがですね、まあ、見ていただきたかったんですけれども、なんせかねなくなってまして、でまあその後ずっと試食をしたらもう止まらなくなってしまって、美味しくてなのでもうぜひね作っていただきたい、本当に美味しいパンなのでおすすめです。はい、それではまた皆さんからの感想や質問コメントお待ちしております。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。